購入品です。全部で13点買ってきました。キッチン用品、洗面用品、その他という順番で紹介していきたいと思います。まずはじめにフライパン、トロフェルディグです。こちらは IH ガス両方で使用が OK です。今回 IKEA に行った一番の目的はこちらのフライパンを買うことでした。LDK という雑誌の2019年5月号で最強のフライパンランキング IH 編というので IKEA のトロベルディグがとても高評価だったのでこちらを買いたくて行きました。一つ難点が重たいということなのですが、調理中にフライパンを動かすのが厳禁な IH の場合は特に問題がないというようなコメントでした。でこちらを28センチと20センチ買ってきたんですが、先ほど体重計で重さを測ったら28センチの方が 1.2 キロ、20センチの方が 0.8 キロぐらいでした。先日セリアの購入品で紹介したフックにかけてみたいと思います。こんな感じで問題ないです。次にシリコンゴム蓋3点セットクロックレンです。こちらは一番大きいものが直径31センチで、真ん中のが25センチ、一番小さいのが19センチになります。そして耐熱温度が220度で、電子レンジ、オーブン、食洗機にも対応しています。そして冷凍庫の使用も OK だそうです。一つ問題なのがこのようにふにゃふにゃしているので、乾かすときはこのように引っ掛けて乾かすか、もしくはさっきちょっとやってみたんですけど、こちらの裏側にがこのようにへこみがあるので、ニトリで購入したお風呂用のなんだマグネットになったタオルバーなんですけど、ここにこのようにこういうふうにもなりました、耐熱温度が220度なのでフライパンとかお鍋にも使えるようなのですが、こういうふうにただの密閉できる蓋代わりに使ったり、調理中に立てかけるときにこういうふうにふにゃっとした感じにはなってしまいます。でもで調理後の食べ物を保存するときや電子レンジで加熱するときなどに使おうかと思います。次にオストビットサービングプレートです。こちらは天然の竹でできているそうです。サイズは 4.2 センチ ×16 センチ、厚みが 1.6 センチになります。ステーキなどの塊肉を調理した時にそのまま食卓へ出したいなと思って買ってきました。あとはちょっとしたものを切るときなどに使うまな板として使用しようかなと思っています。次に保存容器と蓋を買ってきました。こちらは別売りになっています。保存容器の方は 600ml でサイズが 15cm×15cm×6cm、 下の容器の方は耐熱温度が180度で食洗機、オーブン、電子レンジでの使用が可能です。そして蓋の方は耐熱温度が70度で手洗いのみということです。焼き豚とかローストビーフとか塊肉を作り置きした時に保存する容器として使いたくて買ってきました。こういう蓋がまな板の代わりになるような容器をずっと探していて、
今まではわざわざまな板を出してきて切ってお皿に移すという感じだったので、これなら裏で切っていちいちまな板を汚さなくていいのですごく便利かなと思います。あとはベーコンだったりチーズの塊などの保存にもいいかと思います。食器洗いブラシ、リンニングです。こちらの特徴はこの先の部分が吸盤になっていて、いろんなところにくっつくということです。このようにして乾かせますし、食器を洗っている途中にこういうところに当てれます。もう一つ驚いたのが食洗機に対応しているということです。ここの先がちょっと硬い感じなので、コーティングされているフライパンなどを洗うときには適さないかなと思います。次に洗面所で使うものを紹介していきたいと思います。バスマットと太棒です。こちらはマイクロファイバー製で速乾性に優れているということです。40度以下なら洗濯機で洗えて、60度以下ならタンブル乾燥もできるそうです。このバスマットの気に入っている点がサイズ感と手触りと見た目です。こちらが A4 サイズ、こちらが A3 サイズ、こんな感じのサイズ感なんですけど、バスタオルの半分もないぐらいですね。我が家にはバスマット一つだけあるんですけれども、もう何ヶ月も使っていなくて、このサイズとでこの薄さだったらもうタオル感覚で洗濯できるので、手触りもすごい気持ちいい感じで、薄さはこのくらい。洗面ボールグルムランという商品です。穴が開いてるもので欲しいなって以前から思っていたので、こちらを今回買ってきました。次に収納スツールビルトです。サイズは 48×30× 高さが 45cm です。最大荷重が 100kg です。高さが 45cm なので身長 150cm の人が乗っても 195cm になります。大きすぎずコンパクトすぎず、ちょうどいいサイズ感で見た目も可愛いのですごく気に入って買いました。こちらの特徴はここがマジックテープになっていて、ハンモックみたいに向こう側とこっち側でこう引っ掛けられる布がついています。そしてここに収納ができるようになっています。2階の洋服が収納してあるウォークインクローゼットの中に椅子を持ってきて登らないと手の届かない棚があるので、そこで使いたいと思います。組み立てはすごくシンプルでした。このようには簡単だと思うんですけれども、最後の一締めがここ硬くてちょっと締められなかったので、これは後で旦那さんにやってもらおうかと思います。次にリーサトループバスケットです。私はブルーを買ったんですけれども、他にも赤、グレー、ホワイト、ライトピンク、ライトグリーンがあるようです。食材を入れたりバス用品を入れたり、私はこのままこれを持ってちょっと買い物に行ってみようかなと思っています。
服3ピースです。ここにビス穴があるので、これを壁につけるという感じですね。次にグランドタール小物入れ3ピースです。後ろがマグネットになっていて、冷蔵庫などにも付けられるというこういうケースです。100均やニトリにも類似品が出てるので使ってらっしゃる方も多いかと思うんですが、私はこういったタイプのケースは今回初めて買ってみました。これもいろんな本当使い方ができるので、何に使うか考えるの楽しみなんですけれども、一つは2階の洋服が収納してあるウォークインクローゼットがある部屋なんですけど、そこにゴミ箱がないんですね。洋服の糸くずぐらいなんですよ。なのでわざわざゴミ箱を置くまでもないんですけれども、フローリングシートのドライタイプのものをこう切って入れてみたんですけど、これにその糸くずだったりを入れて、ゴミ箱って言ったらなんかちょっと嫌なんで糸くず入れにしようかとって思ってるのが一つです。ポンプ式のやつって最後の方がこう出なくなるじゃないですか。そういうふうに量が少なくなって出づらくなったら、今こういうふうにセリアで購入したこういうのに入れてるんですけど、これに入れたら洗濯機の横につけられるんで、錆びたりするの覚悟でちょっと一回やってみようかなとも思っています。以上が IKEA 購入品でした。もしこの動画が少しでも良かったと思っていただけましたら、いいねボタン、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。